北広島市内の国道沿い、多くの企業の社屋や工場が並びます。北広島市はおよそ半世紀も前から企業誘致に力を入れています。北広島市はあのもとまあ純農村というか農業で発展をしてきた町でありまして、新産都市の指定を受けてこれちょっとガラッと変わったというふうに、もう六つの工業団地今三百社ですので。 企業の町っていうんですかね、産業っていうか、まあそういう町でないかなというふうに思ってます。昭和44年に最初の工業団地ができると、二次、三次産業の就業人口が飛躍的に増加。現在、卸売小売業の商品販売額は道内10位です。新千歳空港や苫小牧港など物流アクセスに恵まれた立地が北広島の強みです。 それではここでおなじみのこちら波を打つようなデザインのソファーどこにも縫い目がありません特殊なコーティングなんですウレタン素材の可能性を飛躍的に広げた特殊塗料を使ったコーティング技術フィールドクラブのものづくり魂に迫ります 北広島市大曲工業団地にあるフィールドクラブ。看板などの広告物や立体造形を手掛けます。特殊コーティングの開発を始めたのは10年前です。そもそもウレタンにコーティングっていう事態がそういう素材がなかったものですから。そこからどうやってウレタンを。溶けないでコーティングするっていうところがやっぱり技術を開発して、一番時間を用意したところ。 塗装には不向きとされていたウレタンに使える特殊塗料の開発で5年前に特許を取得企業秘密なので残念ながら撮影は NG 柔らかくて安全縫い目がないため水が染み込んで劣化することもありませんこうした特徴から国内有数のテーマパークの造形物にも採用されていますさらに 私ども使ったコーティングはそのウレタの中の動きに対してずっとそのついていくっていう伸縮できるよっていう素材なんですよつまり長く使ってもへたりづらいということこの特徴に着目して新たに製作したのが車椅子用のクッションと肘掛け今年9月に発表しましたそして次は その触りたくなったり遊べたりするっていうキッズ用のその柔らかいサインというものを今あの商品開発してます機能性耐久性に優れデザインも個性的海外のホテルなどからの注文も増えていますそんなフィールドクラブのものづくり魂とは今後はその医療だったり福祉だったり、まあ、地域社会に貢献できるようなもの そういうものがもうより何かこう作っていける会社になればいいなとは思ってます北広島市は新たに開発中のワッツ工業団地でも13社の誘致に成功地域の雇用拡大に期待を寄せます全体で約500名の雇用になっておりますそのうちあの市内は30%が市内でありますので まあそういう効果はあるのではないかなというふうに思ってます。事務所がですね、ちょうど95メーターぐらい。トンネル建設に伴う電気工事を手掛ける地元の北米電工は来年ワツ工業団地へ移転します。北海道新幹線の延伸による受注拡大を見据えました。はいはい。そうで,す、ね、でこのトンネルに関してはまだ新幹線10年ぐらい続きますんで。 この会社はもっと仕事はもうあの手が足りないぐらいえ仕事のあの量はあ,あるかと思います。市内に分散していた本社と資材倉庫を統合。市の新規雇用の優遇制度を生かして来春には地元の若者を雇用します。お知らせの後は北広らしさをイタリアで発見。 そして広島県と交わしたい杯じゃけん。